WWF チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、金子さやかです。昨年にミスインターナショナルに出場いたしまして、そこではベスト8だったんですけども、今回は日本代表としてこのような光栄な、その素晴らしい賞をいただき、本当にすごく嬉しかったです。食もそうですし、またその韓国を行って、コミュニケーションを取ったりですとか、いろんな各国の方々からいらっしゃるので、異文化交流を取りながら、新しい意見の交換ですとか、広い視野を持って行動できるっていうことが一番楽しみとしております。韓国の好きなところ、食もそうなんですけども、やはりその身だしなみ、第一印象っていうのはやはりすごく大切だと思うんですね。そういう清潔感を持って、お仕事でもそうですし、実際私が今社会人をしておりまして、で社会人で秘書をしているんですけども、やはりそこで第一印象だでしたり、そこからつながるお仕事とかありますので、そういった点で、韓国は優れているかと思います。どうなるっていうのはまだ想像できないんですけども、やはりもし選ばれたら、他の各国の方々の代表として、世界中に日本の魅力ですとか交流した方々とともに日本の文化を発信していきたいと考えております。名古屋飯ですとうなぎですとか、あと私ですと西尾に住んでいるんですけども、名古屋から結構離れている場所なんですけども、お茶が有名で、中学校の時はお茶摘みをして、順位を競ったっていう思い出などあるので、結構愛知も魅力がたくさんあるので、ぜひ行ってみてください。と、私が現在社会人をしながら休日はモデル活動をしているんですけども、やはり、チャンスでしたり、なかなかできない機会でも、諦めずに努力すれば、叶うということを痛感しておりますので、ぜひ皆様もさまざまなことに挑戦して、学びでしたり、人との関わりを大切にしてください。